元大阪市長の橋本徹弁護士が7日のツイッター投稿で。 大阪府の吉村博文知事が緊急事態宣言の出口戦略を国が示すべきだとしたところ勘違いしていると不快感を示してきた西村康稔経済再生担当相に対し反論と謝罪を一緒に返して終了させた件に吉村維新は確実に「入維新ですね」と投稿した政治評論家の田崎史郎氏が橋本徹さんより人間ができてると発言したことに橋下氏はそんなことだ 誰もがみんな思ってるし俺が一番思ってるよ。とツイート松井一郎率いる初代維新は「ほんと柄が悪かったですからね」と続けたこれに松井一郎大阪市長は橋本徹率いるの間違いですねと突っ込んだ吉村氏は「 政府が緊急事態宣言を延長決定しながら出口戦略を示さないとし、大阪独自の出口戦略および第2波を想定した再自粛基準大阪モデルを発表した、これに西村氏は仕組みを勘違いしていると不快感を示し、緊急事態宣言の解除は国の責任だが、 休業要請などは知事の責任だとした吉村氏はツイッターでも指摘してきた西村氏に対し休業要請の解除基準を国に示してほしいという思いも意図もありませんただ緊急事態宣言基本的対処方針含むがすべての土台なので延長するなら出口戦略も示していただきたかったという思いですと反論するのと同時に今後は発信を気をつけます ご迷惑をおかけしました」と記した。